アブドゥルラフマン・モハムード・ファロレは、ソマリアの政治家。同国内の事実上の独立地域である、プントランド・ソマリア国の大統領を務めた。ソマリ族、ダロットのハルティ氏族、マジェルテン氏族出身のファロレは、ソマリア国立大学アメリカのニューヨーク州立、大学オールバニコー、レバノンのベールート国際統計研究所、オーストラリアのラトローブ大学を卒業した。その後、 現在は消滅している、ソマリ中央銀行の春ー差支店、ベルベラ支店で上級管理職、部長を務め、さらに同国債部で監査役、部門長を務めた。1970年から1986年までは商業、貯蓄銀行の総務部長も務めている。その後ファロレは、プントランドのモハムード・ムセ・ヘルシ大統領の下で財務長官を務めた。 しかし、ヘルシ大統領と国内の石油採掘で、オーストラリアの石油会社レンジリソース社の扱いについて対立し、財務長官を辞めた。その後10年間オーストラリアメルボルン郊外で過ごし、ラトローブ大学で歴史学の PHD を取得した。博士論文のテーマは、武力対立解消後の銀行及び金融機関の再建である。 伝えられるところによると、ファロレの経歴を買った様々な政治勢力が彼を支持するとしてプントランド大統領選への出馬を要請したが、ファロレは当初これを断っていたという。しかし最終的には2008から2009、プントランド大統領選に出馬するため、オーストラリアからソマリアに戻った。2009年1月の選挙で他の候補者を破ってプントランド大統領に選出された。 ファロレは、その勝利演説において、ソマリア沖の海賊対策に、正面から取り組むこと、さらには、利益供与を目的として海賊に協力的な、地方自治体に断固とした手段を取ることを誓っている。2014年に退任。ありがとうございます。